ブワヤイ駅は、太陽国東北部ナコンラーチャシーマー県、ブワヤイ郡にある、タイ国有鉄道東北線、北線の駅である。ブワヤイ駅は、太陽国東北部ナコンラーチャシーマー県の人口、約8万3千人が暮らす、ブワヤイ郡にある。バンコクから、東北本線経由で 345.50km 地点で、あるが、 健康イブアイアイ線経由では 375.90km である。2019年1月現在1日に20本の列車が発着する。その内訳は特急1往復、急行2往復、快速1往復、普通6往復である。クルンテープ駅から特急列車、または急行列車利用で6時間30分程度である。当駅を経由して、 バンコクとウドオンターニー、ノーンカーイを結ぶディーゼル急行の一部は、当駅で乗客を乗せたまま給油作業を行う。1932年5月1日に開業し、当初は終着駅であったが、2年後の1934年4月1日に、高温県駅まで延伸開業されたことにより、中間駅となり、その後1967年8月19日に、 バイパス線が開通したことにより、分岐駅となった。部谷駅構内単式一面、及び、島式一面の複合型ホームに面3線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。